ございます。ご無沙汰です。でも予想通りのマイナス6度出てたらこう、サプリの予想通ったら。鎖が。そう思いとく？行っとこうか。なんかいい格や。じゃあここで。たぬきさんはそう思うので。ああ、そうですね。じゃあ行っときますか。こっちそう思うんです。じゃあ上で会えたら会いましょう。そうですね。ちょっと待っとってもらえます。待ちます待ちます。ずっと待ってます。もしあんま遅かったらちょっと通報してもらって。そうやね。お願いします。じゃあ山頂で。では。はい。1400m 稜線見えました。一旦お疲れ様で。よし、来ました。あ、ここあんまり風まだそんなないやんな。チェーンスパイプ装着です。誘ってもらってなかったら。高崎横手の分岐です。今日はここを左の方に、狼平の方に向かいます。よし、狼平、あそこに、あ、小屋が見えへんかな、ここから。あ、ちょっと見えてるわ。あそこに見えてる小屋が。あれあれ。うん。でも小屋に雪積もってないな。ほんま。ね、なあ、ほんま雪降ってへんな。
から見る店がね、やっぱり綺麗やね。はい、じゃあ味仙小屋到着。そのままあの雪に埋もれためっちゃ絵になってんけど消えたでみたいな。八軒山、これから八京ヶ岳のピークを取りに行きます。
しょ、はい、冒険来た、来ましたぜ。2000方向じゃないの。忘れてました。あ、ではここで。テイク2です。また明日。はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ。間違えました。これです。めっちゃ長いボケめっちゃ長いボケやったわ。まあまあちょっと走ったで、まあまあ走った、無駄に体力消耗したやつ。ゴールイン、ゴールじゃなかった。あ、そうそう、どうぞカバ家帰ってください。来る準備運動してこれどこまで行くかな。行くとこまで行ってるかな。わざわざ。間違ってへんそれ。多分ね、右やで。あっちでした。多分。多分間違ってるよ。車はあっち。え？車は向こう。向こう。いや、それやめて。それ遭難案件。林道まで降りてきました。意外に下山早かった。